世界にこんなメリットも。目視に慣れ、2倍近くのスピードで認証することができる。2名様と、緑色になってよかった、あと、加盟所が、実は、この辺に近かったということで、お越しをいただきます。嵐のツアーで始まった、目視に慣れた、この人は、スタート。まあ、入れなかったですよ。この現場に続けますけど、私行けなくなったって言ったりすると、まあ、その分に水槽なんていいですかね、水槽からそれがちょっと席穴開いちゃったことはありますけど、さらにアモニアとの導入で懸念されるのは空席問題。その最新対策とは。ここからの放送はご覧の放送の提供でお送りします。根元に平場？さあ、根元からです。こちらの根元から、今はご主人とお使いの今井さんです。やっぱり平場が大きいですね。入れないとかって言ってもらったりするわけですよね。運営団も苦渋の結論だと思うんですよね。私だったらその行けなくなったらやっぱり管理に行くっていうふうに言うこともできたけども、それができなくなっている現状というのはやはり不正転売をして、僕もそのお金儲けを目当てに転売する人いますので、それをなんとかしていきたいというのが運営団も思います。行けなくなった時に苦しみになっているわけですね。結論が出たというのはこれも苦しいなということで、かなり色めきになります。実際ですね、このコンサートのチケットの転売対策どんどん厳しくなっていますが、これをどう思うのか、1000人の男女に今移動したいのかなと思います。賛成が7割以上、そして反対が1%というわけですね。具体的にどんな声が上がっているかと言いますと、賛成の方も厳しくていいですね。
究所伊集院静香の大人の流儀。探究所で伊集院静香の大人の流儀。何もございませんでしょうか。お持ちの本屋さん、本部店泊まりでお願いします。伊集院静香の大人の流儀。さらに、お子さんの流儀が見えます。僕もこれ動画がなかったらこれぐらいなくす。ちょっと待って、40分も行ったので、あそこへ行って、はい、ちょっとだけ待ってください。